菅総理大臣は韓国のイ・ミョンバク大統領と会談し、日本が統治している時代に渡った朝鮮半島由来の図書を韓国側に引き渡すことで正式に合意しました。今回の合意は、今年が日韓併合100年の節目の年にあたることから決まったものです。朝鮮半島由来で日本政府が保管していた朝鮮王朝劇など1205冊が引き渡されます。会談では、中断している EPA、経済連携協定の交渉を早期に再開させることで合意しました。北朝鮮の核問題では、イ大統領が形式的な対話再開では意味がないと述べ、核放棄に向けた具体的な行動を求めていく方針を確認しました。